イリュリア戦争は、紀元前229年から紀元前168年の間に3度にわたって行われた共和制ローマとイリュリア人との間の戦いである。第一次イリュリア戦争勃発時赤共和制ローマ、青マケドニア王国、赤もイリュリア王国第一次イリュリア戦争は、紀元前229年から紀元前228年の間に行われた戦いである。 第一次ポエニ戦争の後、アドリア海を挟んだ攻撃が活発になったローマに、とって、女王手唄の下で勢力をつけたイルリア王国の海賊行為は切実な問題であった。共和制ローマは、イルリア王国に施設を送り海賊行為を取り締まるよう要求したが、逆に女王の命により、大使が暗殺されてしまう。また、ローマの保護下にあるイタリア人の商船が攻撃を受けるに至り、 共和制ローマは2名の執政官、ルキウス・ポスティミウス・アルビヌストグナイウス・フルイウス、ケントマルスが率いるローマ艦隊を差し向け、第1次イルリア戦争が開始された。ローマ軍は、アドリア海沿岸のギリシア人植民都市エピダルム、アポロニア、コルキラ、ファロス島などから、イルリア人を追い払い、ローマの保護領とするとともに、ファロスのデメトリウスを新たなイルリア王国の王に据えた。 第二次イリリア戦争勃発時やか、共和制ローマ、青、マケドニア王国、第二次イリリア戦争は、紀元前220年から紀元前219年の間に行われた戦いである。この時期は、共和制ローマは、第二次ポエニ戦争で、カルタゴとマタガリア・キサルピナで、ケルト人とも戦っていた。アドリア海を制圧するローマの軍事力が手薄になったのを後期として、 イリュリア王国の王、デメトリウスは90隻の軍船を建造し、ローマに対して戦いを挑む。イリュリア艦隊は最初にピロスを襲い50隻の船を打破した。デメトリウスはイリュリア艦隊を2分し、一体にアドリア海を越えて、ペロポネソス半島の東側にあるヒクラデス諸島を攻めさせる。ローマの失政艦、ルキウス・アエミリウス・パウルス率いるローマ艦隊は、 イルリアの守りが薄くなった、この後期を逃さず、アドリア海沿岸の要塞都市リマラムやパロスを襲い、陥落させる。ローマ軍は、イルリア艦隊を追い詰め、デメトリウスは、マケドニア王国のピリッポス五世を頼り同国に、亡命した。第3次イルリア戦争は、紀元前168年に行われた戦いである。イルリアの王、ゲンティウスは、 紀元前171年に勃発した第三次、マケドニア戦争でローマ側の軍勢に加わっていた。しかし、紀元前169年になり、突如としてローマに反旗を翻し、マケドニア王国のペルセウスに組みする。紀元前168年、ゲンティウスは、共和制ローマの統治下にあったアポロニアとディラキウムの街を破壊するとともに、2名のローマの施設を捕虜とした。ここに、 第三次イルリア戦争が勃発する。ゲンティウスは、ローマの司令官、ルキウス・アニキウス・ワルス率いる軍団に敗れ捕らえられ、紀元前167年に、ローマで行われたアニキウス・ワルスの外戦式において、捕虜として見せ物にされた。ありがとうございます。